こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。そして今宵も素敵なゲストの方々に来ていただいております。田野さん、よろしくお願いします。お願いします。そしてウェブの塩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。塩さんに来ていただくと、あ、冬が来るなという感じがして今年もストールが欲しくなる時期だなって。もう早速巻かれてますからね。はい、はい、ありがとうございます。私もね、早速巻いてるんです。巻かれてますよね。そうなんです、はい、こちらあの昨年あの自らお求めいただきまして。そうなんです、ちょっと買っちゃいました。昨年の限定色で、白でもなくてベグの流行りのオイスターでもなくて、うん、その中間色のオート、おかゆの色ですね。ほぼ毎日使ってたと思います。あ、そうなんだ。顔に当たる感じとかが優しくて、本当、気持ちいいんですよ。何度もこの番組ではね、ご紹介して取り上げてはいるんですけど、さらっとここで改めて、そのベグとはっていうのをちょっと塩さん、ちょっと教えていただいていいですか。はい、スコットランドで、150年ぐらいの歴史を持つカシミヤ専業の織物メーカーですね、はい、ずっと大手メゾンにもこういろいろとアクセサリーを提供していながら、今回ですね、ストールマフラーから、今度はニットのコレクションも、もしかして今着られてるのもそうなんです。そうなんです。あの、新しくニットの工場を買収しまして、工場買収しましたって簡単に言ってますとんでもないことです。すごい。スコットランドにあるニットの工場なんですけれども、まあ、グループ化して、まあ、ニットのコレクションも立ち上げ、今回ホームコレクション、インテリアコレクションは田野さんのところでオーダー会をしていただけるということで、なるほど、ちょっとわさわさっとお持ちしてます。じゃあまず、何からいきましょうか。ご紹介したいのが、まあ、この後ろにかかっている弊社の別注のマフラーとストール、一昨年ご紹介させていただいたときにブラックウォッチ、ベーシックですね。そうですね。これのカシミヤっていうのがなぜか日本国内でどこにもなかったんですよね、はい、実際に田野さんどのぐらい反応あったんですか。いや、これもうすごかったんですよ。あのベグはやっぱりカシミヤはすごくクオリティも高いし、はい、光沢もあるし、ラグジュアリーなブラックウォッチ、これが無事のお客様にきっと刺さったんじゃないかなっていう気がしますね。オーダー会を、まあ、一昨年初めてさせていただいて、で3回目のオーダー会なんですけど、弊社だけの色のブラックウォッチを作っていただいたんです。これニューブラックウォッチ、ベージュ仕立てというご依頼を受けて。なるほど。じゃあ世界で弊社だけ無事でしかないんですか。はい、はい、特に女性人気のオイスターのベースにライトグレーとミディアムグレーをミックスさせたスペシャルなブラックウォッチを今年ご用意しました。めっちゃ可愛いです。ちょっと広げて、そうですね、見せていただいてもいいですか。これ寺田さんが巻かれた方がいいんじゃないですか。いかがですか。いい色ですね。いや、もう素晴らしいコンビネーションだと手前味噌ですけど思ってます。まず手触りはもう間違いない。ちょっと触っていいですか。本当に気持ちいいです。もうトロトロですね。トロトロ。その程よいウエイトもね、やっぱりベグの魅力ですので、男性女性どちらもいけますもんね、はい、一応のユニセックスで着ていただけるように、これはマフラーもご用意してます。これはメンズのみです。じゃあもちろんで女性がね、あの巻いていただいてもいいんですけど、はい、じゃあちょっと星葉さん、こんな感じです。めちゃくちゃいいじゃないですか。二人でおそろいでも、こっちは大判なんだよね。こっちは大判ですね、うん、めちゃくちゃいいですねこれ。ちなみになんですけど、ちょっと質問が来てまして、BR 流のおしゃれなストールの巻き方の解説なんかがあると大変参考になりますというコメントがあって、せっかくなんでちょっとなんか巻き方をいろいろ。巻き方、はい、僕だったらもうパッてやって、もうこのままこうじゃあ行こっかっていう風な感じの方が好き。でもイタリア人はいろいろやるのは、巻いて、通して、でここからこう持ってきて、どうやってやるんだっけ、鏡見てないから分かんないんだけど、こんな感じで、はいはいはい、でちょっとあのボリュームを持たせて。大判でも一緒ですか。大判は女子はそういうもう私みたいにこれでいいわけですね。そうね、それでもいいと思うし、うん、あとはこれはじめしおさんがやってくださるこういう風な感じ で、ね、その贅沢に巻くっていう巻き方もあるし、もうちょっと首元でうわーってここにボリューム作って小顔効果を作るっていうやり方もできるよね。そうだね、そんな感じかな。でちょっと首元にボリュームを持ってくるっていうパターンもできるし、いろいろ
もう本当に自然な感じで巻いていただく方が素敵だと思います。あ、なるほど。自然にできるようになるまでっていうところが多分ポイントだと思うので、難しい巻き方でも自然に巻けるように訓練していったらできちゃう人もいるんですよ。それは多分慣れ。わかりました、ありがとうございます。素敵ですねこれね。でもね、本当に絶妙なこのメランジーの色がね。値段はマフラーの方が49,500円、そしてこちらは77,000円。大きさ的には僕の方のこのマフラーのサイズが幅が36センチ、はい、長さが183センチ。183、寺田さんのお持ちの方が73センチの幅に対して183センチの長さですね。ちょうど倍って感じですね。そうですね、はい、もう本当にこの最高品質のメグナのカシミヤを体感していただきたいですし、いきなりスペシャルでしたけどまだまだあるんですよね。まだまだ、まあ、今回過去最大のホームコレクション、このニットコレクションを含めたお高いをさせていただくことになりましたので、うん、何がオーダーできるかラインナップ教えてもらっていいですか。ニットコレクションからお話ししましょうか、はい。先ほど申し上げた通りニットの工場をグループ化して、うん、こういった冬のそなたっぽい、懐かしいですね。ラグジュアリーですね、色合わせとか。このカーディガンなんですけど、非常にこの肉厚でしっかりしてまして、これ触った方がいい、いいですか、はい、いや本当にウェイトが違いますから、某イタリアブランドとかですとやっぱり30万円前後、ね、まあ、しますよね。当然これぐらいの目付けですね、はい、今回は、21万円。おネイビーとバーガンディ系とあとグレー系、この白4色ご用意があります。うん、で狩野さんの着ていただいているこれですね、ちょっとメンズでざっくりした感じに見えますけどレディースのコレクションなんです。あ、レディースなんですか、はい、そうなんですか。結構オーバーサイズ目で、後ろにこうケーブルが、うわーかわいい、走ってるんですよ。ジェンダーレスというキーワードと、ーボーイフレンドだったり旦那さんのものを一緒にこうカップルで着合ったりするっていうトレンドがあります、ね、はい、シェア使いもね、はい、ね。それプラスこれは糸がですね無線カシミヤ、線量を極端に抑えて、もしこのカシミヤのニットをこう土に埋めてしまうと 2,3 年で土に返ってしまうという。なるほど、まあ、今のその SDG だだったり、エシカルだったり、まあ、ジェンダーレスだったり、そういうことを組み込んだこういうニットのコレクションでして、あと、まあ、このニットのストールですね。今までは普通の織物のストールがありましたけど、ニットなんですね。ニットです。ラップコレクションというんですけれども、ベグのロゴが手刺繍で入って、なるほど、わ、めちゃめちゃ可愛い、これいいな、わ、気持ちいい。これはいくらですか。普通のこのストールが今、はいはい、お値段7万円でご提供してますが、こちら8万円です。そんな変わんないんですか、はい、すごくお買い得かと思います。めちゃくちゃいいじゃないですかこれ。こちらも無線カシミヤになっていますので、限りなくこの原毛に近い。確かカシミヤって真っ白なイメージがあるけど、原毛だと真っ白じゃないんですよね、はい、うん、ちょっとベージュがかってるんでしたよ ね、 そうですね。ブラウンカシミヤ、グレーカシミヤ、ホワイトカシミヤ、その原毛に限りなく近い色というのがこの無線カシミヤですね。普通のカシミヤのストールとかマフラーと違いますね。空気はらむじゃないですか、はい、ニットだから、うん、あったかいもんこれ。こっちもね、うん、本当に気持ちいいんですよ。ツルツルとした、そう、ね、エレガントな感じですね、はい、こっちはやっぱり編み物だから、うん、よりこうふわっと、いいですね、これすごい。ですのでこういうそのラップコレクションもありますけれども、こちらのニットなんかも合わせてこのニットウェアコレクションですね、うん、で、今回ちょっといろいろとこうお持ちしたのは、ブランケット、もっと大きいやつですね。わお、めちゃくちゃいい、いいですね、ちょっとこうすごい綺麗な色ですよね。先ほどのライトグレーとかベージュとかグレージュとか混ざってて、はい、そうですね。これでいくらぐらいですか。19万円です。わ、19万円。大きさどのぐらいなんですか。先ほどのストールのその倍の大きさです。うわ、贅沢、贅沢すぎる、すごい。まあソファーでこうソファーとかにさらっと置いてあるとか、あのオープンカーの後ろの後部座席とかに、それにこういったデザインのあるブランケットサイズのもので、こういったそれもブルー系であったりナチュラルな、こういうもっとプレーンなものがお好きな方は単色の、これも綺麗ですね、グレーの。こちらはちょっとサイズが大きい 200cm の長さになりまして、お値段がちょっと、これ大きいですね。こちらは少しお値段高くなりまして20万円。色がナチュラル系の4色と、ちょっとビビッドな3色ご用意がありまして、これもグジの田野さんのところで1枚からオーダーいただけます。それとあと星葉さん、田野さんのご自宅にもちょっとこう似たものがひょっとするとあるかもしれませんけど、あ、来た、これはまた高いんじゃないですか。これこちらはですね13万円。あ、でもオーバー
サイズにしてはグランピングだったりキャンピングなんかの時にもお使いいただける、うんうん、実はカシミヤ 100% ではなく、はい、90% ウール 10% カシミヤ 10% カシミヤです。でも、ものすごい目方ですよこれ。重厚感、うん、でも柔らかいよね。柔らかい。あとこのステッチが可愛いですよ ね。そうですね、うん、まつってあってこれも素敵、色が、はい、ブラウン、黒、白、グレー、モダンですね。そうですね。あともう一つブラックウォッチのブランケットも、うん、うわかわいい。こちら、うん、リバーシブルになってまして、はい、こういくと、あ、こうするとブラックウォッチが出てくるんだ。わー、はい、無地とチェックとブラックウォッチとモダンなチェックの使い方ですね。そうですね、うん、これもウールカシマ同じ素材になります。これでいくらぐらいですか？13万円です。おー、これは弊社でしかオーダー。そうですね、今回はグジさんだけしか。あの女性の方用にはちゃんとロイヤルスチュワートの、あ、赤の方のチェックもあるんですね。なるほど、また表情が変わるんですね、はい、なるほどね。これはこれで可愛いですね。まあ、ベグは伝統的なその作りは、まあ、はい、もちろんその継続され継承されてるんですけど、うん、タグがね一新されまして、うん、モダンとクラシックその融合っていうのがすごくこう成功しているブランドだと思うんですよね、うん、ですからまあベーシックなもの、あとはまあそういう環境に優しいもの、うん、あとはちょっとモダンで、まあトラディショナルだけどコンテンポラリーなものっていうのがすごくこう今魅力ですので、カタカナ表記ではベグ&コー、これはまあ昔から変わりません、はい、ただロゴの表記が BGGXCO というふうになっています。でこの X で何なのか聞いたらスコットランドの旗をかたどった X だと、国旗なんだそうですね。ニットのこちらにもこういう手刺繍が入っている、それが X が入っているとベグだと分かりやすいように、なるほど、うん、これオーダー会ということなんですけれども、そのオーダーは色を選べるんですか？はい、ストールはアランっていう一番ベーシックなやつです。ベーシックなやつのストールとマフラー、うん、30色、はい、でリスピースケスケの、うん、エアリーカシミヤですね。エアリーカシミヤ、あれも35色ぐらいありますか？40つやりましたっけ？40ぐらいありましたかね、はい、うん、から選んでいただけるのは従来通りとこのホームコレクションと、うん、このニットコレクションをオーダーいただけます。実際にオーダーしてどのぐらいで届くんでしょう？ホームコレクションの方はブランケットは1月の末下旬ぐらいにはお届けできるとは思います、はい、ニットコレクションはちょっと、これ1枚1枚編んで作りますので2月入って中旬ぐらいになりますかね、うん、なるほど、はい、ちょっとお時間いただくことになると思います。なるほど、まあ、でもこういうものこそ本当に一生ものだからね、ずっと使えるじゃない、長く愛してっていうのは大事ですね。そうですね、一番サステナビリティですよそれが本当に。いやー、ホームコレクションもラインナップすごいですね。すごい。最後に商品をまとめるとこちらがグジでしか買えないブラックウォッチ。もう別注もなかなか大変なんですよ。キャドでどんだけ作ってもらったかっていうね、シミュレーションを何度も何度もやり直してもらってチェックしてなんかチェックね、いやこれちょっとチェックだけに、まあ、世界にグジだけ、はい、このブラックウォッチとともにおすすめです。そして定番商品何十色もあるものから作ってもらえると。そして今回のオーダー会ではホームコレクションが新たに追加に、オーバンのブランケットカシミヤ 100% のブランケットですね、うん、こういったデザインものから、はい、無地ライクなもの 90% ウール 10% カシミヤ、ブラックウォッチの、はい、リバーシブル、うん、オーダーして、はい、箱入り、ベグの箱入りでお届けします。なるほど。さらにニットコレクション、ニットコレクション、はい、CEO さんがお召しになっているもの、田野さんがお召しになっはい、実はレディースのニット、はい、これもオーダー会でオーダーできると、はいはい、そしてこのストールもですもんね、ニットの。そちらは店頭にただ売り切れてるかもしれない、どうしてですか、できますオーダー頑張りましょう、頑張りましょうということだそうです皆さん、はい、これって期間ってどのぐらいなんですか？今回京都店から始まりまして、はい、大阪店という、うん、スケジュールなんですけど、でもちろん京都でもホームコレクションを受けできるんですけど、スペースの都合上やっぱり大阪店の方がこうソファーにこうかけたりとかっていうディスプレイは、まあ、お楽しみいただけるかもしれないですね、はい、あれですね、今回東京はやってないということなので、その東京でしか行けなかったっていう方はオンラインで、そうですね、オンラインではもう全商品ラインナップが出ますので。なるほど、どうでした星葉さん？いや、充実のコレクションだし、うん、やっぱりこう常にそのベグ&コーっていう会社が自体が進化して、今度ライフスタイルとかホームコレクションとかに広げてきてるっていうところが惹かれる部分なのかなと思いましたね。寄り添ってますよね、人のライフスタイル。そうですね、はい、触っていただかないとやはり良さがなかなか分からないですし、まあ、そうですよね、はい、より一層分かりますよね、はい、分かりやすいと思いますので、ぜひ皆さん触りに行って
いただけたらと思います。本当に柔らかくて気持ちいいです、はい、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひいらしてください。素晴らしいコレクションでした。次回はこちらです。ムーレン注目アイテム、日本に寄せたモデルっていうのができたんですよ。ドロップショルダーにあって、まあ、今まで本当になかったラムレザーです。素材触ってみて、めちゃくちゃいいですね。かっこいいです、はい、オーラはドンと出ますね。言えないですけどキャンペーンがありまして、はい、絶対行った方がいいですよ。絶対に行った方がいいですよ。絶対行った方がいいですよ。ホームコレクションが増えたっていうのはね、本当に嬉しいね。星葉さんも結構使いますか、ブランケットとか。むちゃくちゃ使ってる。やっぱこの本の中でも紹介してるんだけど、ここにやっぱかかってるの。あ、それそうか。インテリアとか家の環境みたいなことっていうのもすごい好きで、実は、はい、自分のファッションとかにぴったりハマるライフスタイルのインテリアとかっていうのがすごい大事になってくるときに、うん、ああいうブランケットとかがさらっとあったりするとかっこいいし、モダンだし、ホームコレクションはちょっと惹かれましたね。あんまり気にしたことってなかったんですよね、まあ、インテリアも、うん、まあ、変じゃなければいいだろうとか、うん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 、だけどこうちょっとやっぱりファッションにたくさん関わる機会も増えて、うん、いいものに普段から囲まれたいみたいな、うん、って考えると、やっぱり星葉さんのおっしゃるようにホームコレクションはやっぱり日常の格上げをしてくれるなって思ったので。いや、間違いないね。ブランケットとか、あの大判の、うん、ストールとかもね、いいよね。ちょっと気になっちゃいましたね。あとニットのマフラー気になりましたね。ニットストールっていうのはやっぱね、膨らみが出るからあったかいんだよね。じゃあ大いに悩んでいただいて。そうしましょう、はい、最後宣伝を。はい、私寺田由紀 SNS やってます。あのちょこちょこいろんなお仕事を MC だったりいろんなお仕事をさせていただいております。そちらの最新情報はですね、特にツイッター、そしてあとは気合い入れてやっておりますインスタグラムで、あのご報告してますので、皆さんぜひフォローお願いします。そして星葉さんも。はい、僕も、インスタグラム、やってます。ぜひ皆さん、まだポチッとしてない方はぜひ登録してください。さらに YouTube もこの、BR チャンネルだけじゃなくて、ミニマルワードローブチャンネル、それからフォルサスタイル、その3つで、いろいろ番組をやってますので、ぜひご覧ください、はい、さらにこの本を買ってない方はぜひ買ってください。ということで、また皆さんお会いしましょう。それでは、またチャンネル登録はこちらお願いします。そしておすすめ動画がこちらです。こっちもご覧ください。ご覧ください。